大西ライオンのゴルパイナイサーコンペ第5回開催決定でございます。日にちは6月21日でございます。6月21日水曜日、場所はですね、ベルセルバカントリークラブ市原コースです。お問い合わせの方はそちらの市原コースの方にお電話ください。よろしくお願いします。ゴールパイナイサー、よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、はい、60代チャレンジやってますけども、はいはい、ベルセルバカントリークラブ市原コースの、はいはい、松コースかな、はいはい、まず松コースやって、はい、その後桜コースになると思うんですけども、はい、今、はい、6ホール終わりまして、はい、ワンオーバーです、はい、くぅ、あとだから4つ沈めなあかんってことですね。うん、そうですね、はい、まあ、いつもだったらもうちょっと稼げてるかなと思うんですけど、うん、ちょっと今日グリーンがちょっといつもより早いのと、はいっすね、はい、ちょっと風が、うん、っていう言い訳ですけどね。ですね、はい、言い訳です。言い訳ですけど、本当です。だからもうちょっとバーディー狙っていきます。はい、まずここパー5やから、はい、これはバーディー取りたいですね。そうですね、ここは取りたいですね。わ、はい、かりました。60代に目指してるところで、はいはい、やっぱ大西ライオン足らないところは、今のところの6ホールで言うとアプローチ？いや、アプローチはうまくて、うん、多分40から100までのレンジのコントロールショットかなと思いますけど、うんうん、なるほど、確かに30から100かな、うんうん、30ヤード以内のアプローチは結構そうですね、うまいっすね、今見てる限りやっぱり、はいはいはい、まあ去年からずっとうまくてですね。ただ、まあ、クラブもいいんですよ、ラズルダズルさんラズルダズルさん、はい、いいっすね。59度と53度、はい、で、まあ一応やっぱりその、うん、石川遼先生にですね、はい、アプローチは寄れば何でもいいって言われてから、はい、俺53度を使うようにしてるんですよ。53めちゃくちゃ寄りますね。いや、そうなんですよ、はい、だからもう1対1って思ってるんで、はい、1キャリーやれば1転がると思ってるから、はい、それで距離感は割といいですね。やっぱ中途半端な距離の距離感ですかね。そうですよ ね、 そういうことよな。なんか40、50、60みたいなやつの距離感がもうちょっとですね、上がってくるといいかなって気がしますね。さっきのやつは砲台やったし、うん、上りやったからちょっとやっぱ、うん、手前につけるの嫌っていう、落としどころが見えない打ち上げってやっぱ難しいんで、うんうん、難しいですね。まあ、そこはやっぱ自分の経験値の中でどれくらい打ったらどうなるかっていうのを引き出しから引き出してって打つしかないと思うんです、うん、そこまあそこはだからパー拾えたから、うん、まあまあ良かったなっていう、まあ、奥でもいいかな、うん、もうアゲンソで戻ってきて手前にゴロゴロみたいなのだけ避ければ、ね、はい、奥からちょっとバーディーチャンス狙う中でパー拾えればいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、確かにな、まあそうですね、頑張ります、はい。7番ホール482ヤードパー5です。いきたいと思います。これはもうまっすぐの上りなんで、まあ2オンも狙えるかなって感じですけども、真ん中に思い切って打ちたいと思います。右が OB なんで左の斜面使って、まあでもまっすぐ行きたいな。はい、とりあえず振ります。やばいやばいやばい、うわ怪しい。ちょっとなんかこれ、うん、ちょっと打つ前にいいよって感じなんですけど、はいはい、ちょっと左は下がってますよね。あ、本当ですか。ちょっと後ろから見てみて、こう、うわ、そう、あ、ちょっと確かにちょっと右、そうかも。なんかこういきそうじゃないですか。ほんまやわ。多分フェード打つってこっち狙いだったら多分こっちでよかったっすよ。なるほどね。多分そうか。ちょっと息嫌ってしまった。ちょっともう一球打っときますわ。はい、よいしょ。はい、行く。これまっすぐ行きましたね。 OK。 はい、振りすぎでしたね、反省。なんかバランス悪そうですもんね、あそこまで。そうでしたね、ちょっとね、うん、場所がね、場所がなんかこういきそうな感じのシチュエーションだったっすよね。ティーがね、ティーグランドがね、うん、ちょっと右ね、バンカーらへんのとこに、でもありそうっすけど ね、 ね、あそこちょっと、あそこの林抜けてると広くなってるんで、うん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 、大丈夫そうっすけどね。カシャーも言わんかったもんね、はい、もう頑張ろう。はい、 OB ぶちかましてしまいました。ということで、これが4打目かな。当たり、いい感じ。バンカーかな、バンカーかもね、飛びすぎかな、飛びすぎてバンカーめっちゃええ音、はぁ、あ、気持ちええ、めちゃくちゃそのスプーンいいね。ね、これいいんすよ。
14さん、ありがとうございます。もう忘れるしかないですね。ちょっと切り替えて、はいはい、はい、やっぱり、うん、アゲンストなんで、はいはい、球曲がりやすいんですよ。そうか、うん、だからアゲンストでやっぱスライス打つと、ね、スライスでも倍増しちゃうんで、ね、やっぱこう帯になりやすいんで、お前もっと左狙っとかなかったな。だもう左狙うか、うん、ちょっと捕まえるかしとかないと、はいはいはい、まあまあ反省反省、はい、次頑張る反省、はい。私は30ヤード。なんか課題の距離っすね。ね、ほんまにこの課題やな。これが課題やわ。あ、そうか。これちょっと50、53でいってみます。はい。はい。ちょっと風嫌なんで。はい。でもグリーン乗ればスーっていってくれる気がする。だからグリーンエッジのちょっと向こうぐらいに。もうちょいやったやっぱり、はい、滑りの段階で、はい、あそこまでキャリー行くような感じの強さで振れてないんですよ。ああ、うん、そうか。したら実際打つ時になったら、はい、素振りよりも振り上げてたんでよかったんですけど、やっぱり素振りの段階でやっぱりあそこに届くのは素振りしたいですよね。そっか、うん、それ出てなかったか。普段やっぱりこういう風に53度をこの距離を打つこと少ないじゃないですか。少ないです。でこれは練習してちょっと距離感を、ね、確かに、うん、養っていくしかないですよね。はい、うん、いつもやったら59でした。確かに。そうですね、はい。で、結構打ってほんま手前で止める感じで打とうと思ってました。でもやっぱ風強いから、そうやな、やったことないことしたらあかんな。まあでもいいんじゃないですか、うん、どういう風になるかっていうの見たくて。はいはい。いや、全然曲がらん。うわ、キャッ、やる思った。うわ、やる思った。めっちゃ打ってる。すごい、ナイス。トリあぶねー。それでも弱いかよ。私鳥でした。やってもたここに来て、これはやった。反省。60代が終わりました。ラボ、はい、鳥です。もう今のはもう全部反省やな。あといいスコア頑張ります。はい、はい、というわけでございまして、はい、60代が終わりました。ね、続編見ていただいて、鳥打つんかいってなってると思うんですけども、私もびっくりします。まさか鳥打つんかいですね。あれをほんまダボでなんでしのいどかへんねんという、もう反省しかないです。いやでもよく返し入りました、ね、返しめっちゃビビった。返し信じられんぐらいビビったけど、あれはもう入れないと絶対もうどうしようもないから。ここうん、でもまあ頑張ります。はい、8番117ヤードパー3です。ちょっと風を悩んでます。みんな捕まった。いや左から風来てるから。いやでかい。いや、ええ球打ちすぎましたね、今。めっちゃええ当たりしたもん。弱い。全然弱い。あー、やばい。さあ、距離感。来い、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 かーぜきゃー。いや、ファーストパットです。全然ボギーダメだ。でももう今のはしゃあない。ファーストパットが全然打てなかった。ビビっちゃった。あれはだからもうほんまに、OK ぐらいに寄せるというイメージで打たなあかんのに、なんか迷いながら打ってた。下りやって言われてたけど弱く打っちゃったし、反省。キューバホール271ヤードパー4です。ここはもう右に直角に曲がるコースなんですけども、まあ、フェードで攻めるんですけど、あんま右行きすぎないように、
まっすぐからちょっと右目に打ちたいです。やばい。いや大丈夫。やりすぎ、うん、耐えて。オッケーオッケー。あ、めっちゃええとこ行った。全然大丈夫です。超結果オーライでした。はい、いやー出したかったな今日こそ。ちょっとかなこんな感じで厳しいな、ね、いやでもいつも調子良かったけどな。ベルセルバやっぱあれじゃないですか、はい、ちょっと出そうって気持ちが強すぎて、うん、ですね。ほんまやわ。あともうマスターズ見ても肩ブンブン回ってたからやっぱりおっしゃやったんぞの気持ちが強すぎた。もっと穏やかな気持ちでやらなか。ラームの優勝を見てやっぱもううらーっていう気持ちで来たから今日。もう450ヤードウェッジなんだな、はい、みたいなセカンドね、はい、すごいっすよね。540も500え500何本のパー4なかったでしたっけ。ありますね。ありますよね、はい、そんな世界なんすねもう PGA って。いやなんか距離設定がおかしいっすよね。わかんないっすよね。なんか見てると、はい、そこでもう松山くんのあの活躍ぶりはいやすごいすごいっすよねやっぱり。あれはすごい、うん、あ、ええとこや。いいとこ。よしよしよし。どうだどうで言うてもた。どうだい手前じゃないと思うねんけどな。行ってみましょう。一個も乗ってないでーす。え？なんて？誰も乗ってないっす。ちょっとやりすぎた。ちょい。よしよし。はー、今のでも打ちすぎか。ナイス。ほらナイス。は、はい。あざっす。松コース終わって桜コースです。1番ホール500ヤードパー5です。じゃあ行きたいと思います。ちなみに松コースは5オーバーでした。頑張ります。せめてこっちはアンダーで回りたいです。頑張ります。これはですね、左が OB、右はアンペですから、まあ、まっすぐ打ちたいと。いうパー5です。ここもまあできればバーディー取りたいですね。はい、まっすぐのただのパー5です。頑張ります。で、やばいバンカー。すいません。バンカー。バンカー。これはちょっと風きついですね。これは。風吹いてきたときはどうしたらいいですか、はい、もう低い球を打っていくしかないですね。あー、むずいな。やっぱ一番はやっぱりこう風の影響を受けない球を打っていくしかないですね、やっぱり。そうですね。やっぱ横風とかだったら自分の持ち球をと計算して打っていけばいいですけど、うんうん、やっぱアゲンストは低い球を打てないとやっぱりスコアにならないと思いますね、うんうんうん、そうか、うん、やっぱりフォローに比べてアゲンストは球が曲がるから、はい、やっぱ抑える技術っていうのは最低限今持ってないと。なるほど。まあ、こんだけ吹いちゃうと確かに60代厳しいかもしれないですけど、うん、ただ低い球の練習っていうか、はいはいはい、今後のためにはすごいなると思うので。なるほど。練習としてはいいんじゃないですかね。わかりました。はい、セカンド、270ぐらいあります。3番ウッドででこれ、左が結構ちょっとなんかくぼんでるところで崖じゃないですけど左 OB になりそうなんで右の奥の右のバンカーの辺を狙って打ってきます。3番ウッド。やばい。はい、はあ、やってもうた。ちくしょう、やってもうた。気に当たりました。いやフェーダーにはきつかった。次頑張ろう。185ヤードの3打目、皆さんには内緒にしてましたが5番ユーティリティを入れました。もうクラブ買えないって言ってたのにロケットボールズの5球を手に入れてしまいましたんでそれでやります。185。うわーめちゃくちゃ上がった。
あ、風に流されてめっちゃ左行きました。グリーンとグリーンの間ぐらい行きました。きつー。まあ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 しゃあない。ここにね気に当ててもたからしゃあないっす。あれをなんとかパーしのぎます。はい、ちょっと左打ってもた。結構いった。狙い通りですか。まあまあまあ、なんか落ち位置がここら辺で、はい、ここら辺ですね、落ちたの。うんうんうん、で転がってって。なるほど。じゃあもうちょい右の目の手前の落とさだな。あの球質だったらもうちょい手前だし、スピン入れて止める系だったらここに落としてアゲンストだから止まるよねっていう。なるほどな。今日のこのグリーンの感じだったら、はい、やっぱちょっと前に行っちゃうと思うんで。なるほど、その辺も計算してねってことね。要求が高い。入れ入れ入れ、おっしゃー、いやラッキーパー、ナイス、よっしゃー。もうゴルパイナイスは言いたいけど言わんときます。ナイスパー、ほんま幸先だけ、ただのラッキーパー。はぁ、恥ずかしい。でもちょっと言い訳じゃないですけど、はい、風が吹いたり止まったりするからちょっとややこしい。確かに、あざす。あ、俺拾ってなかった。あ、拾ってます。テンション上がりすぎて、あのすうわーってやってて、僕が打つときうわーってやってたんで、はい、多分これ一緒に拾ってあげた方がいい。すいません、すいません、なんか拾ってなかった。そういや下りのゆらーガシャガシャーみたいな。すいません、あのテンション上がりすぎて頭拾ってなかったです。めっちゃ嬉しそうだったなと思って、はい、すいません。いやでも今のよう入れた。ちょっと桜は風に慣れてきたんで頑張って。ですね、頑張りましょう。よし、アンダーできたっす。はい、桜の2番、349ヤード、パー4です。このホールはですね、左が OB です。で、右はワンペなんですけど、両方全然気にならないです。なんで、まあ、フェード打っときゃ真ん中来るかなって感じです。これはもうしっかり打ちたいですね。で、まあドローボーラーはこの右の林が気になるのかな。僕はフェーダーなんであんま気にならないですけど、ちょっと左避けときます。ここから打ちます。やばい、やりすぎた、耐えて。ああ出てきた。あ、ラッキー右のラフまで出てきました。ラッキー、めっちゃ切り返されて。あー、なんか今更なんですけど、はい、風吹いてると、はい、ちょっとリズムが速くなるじゃないですか。そうか、今のもこうトップに入りきる前に切り返してるんですから、もう前半の僕みたいな。ちょっと慌てすぎた。人の見るとよくわかんだよないやそれ先生やからね、わからないと。もう自分じゃわかんねえんだよな。で119をピッチングでちょっと低めに打つっていうイメージで。それでも取りすぎか。あの一個注意点が、うん、左足下がりのウェッジ系は、うんうんうん、ロフトが立ってくるんで、うん、飛びすぎちゃうんで、そう、もうワンバンって下げなあかんねや。そこら辺を例えばカットに打つとか、うん、バンって上げてもいいし、あ、下げてもいいし、それやり方は自分の距離の調整いいんですけど、うんうんうん、今みたいに自然にこの左足下がりでバーンってこうロフト立ってっちゃったら、もうああやって前に行っちゃうんで、そうか、悪くないんですけど全然。ほんでしかも上げの影響を受けなかったですよね今の球。そうなんです、だから結構強く出ちゃうんで、ウエッジ系の左足下がりは結構距離感飛びすぎ注意なんですよ。なるほど。でもうまく打てましたね今の。うまく打ってたんです、すごい、うん、でちゃんと風にぶつけて、はいはいはい、それでもなんか球が勝っちゃってたっていう。そうですね、ほんまやな。あ、めっちゃうまく打ったけどさらに強いみたいな。そうか、いやでもイメージはイメージ通りでした。はい、これでこれ。いやいや怖っ今ね、それでここまで来んの。今ほんまこう来てたの、やばっ T席よって。怖っ、いや行きましたね、やっぱり速
早かったな今、やっぱり風もあったよな。惜しい。よし、はい、綺麗かったですね今の。今のいいストロークで打てました。さくら3番、156 158の激上げのアゲースト、私は6番アイアンで行ってみます。はい、6番でも足らんかな。でも奥目やからまあまあいいでしょう。ちょっと左引っ掛けちゃった。横ぐらいですね。左。もしゃない。はい。まあナイスショットです。はいはい。いや今のはむずいよな。風気にしすぎましたよね。ちょっとかっこいい球打とうとしちゃったな。いやそうっすよね。うん、ちょっと低くピャーンってかっこよく行こうかなと思ったけど、はい、全然体に粘りがなかったですね。ちょっとそうでしたね。もう粘った、粘れてなかったですよね。もうこれはもうエッジで落としてこれトロトロトロやと思う。これはやばいやつや。やばいっすね。これはやばいやつや。59度できます。しかも風強いし。6つ。これはマスターズクラスっすね。はい。めっちゃうまい。これやばいよ。もうちょいいけ。ゴー。うまー。もうちょいいってほしかったな。これ手前に止められる逆に。確かに。逆にそっちの方が難しいし、これ。うますぎましたね。今のうまかった。もうちょいここに落としたかったんですけどね。いや、今のは最高ですよ。ね。うまいこと打った。めちゃくちゃうまかった。はい。ちょっと開いて、センスよく打ちました。うん。ナイスボギー。はい、あとはあれを入れましょう。やめろ、ボギー。あれ入れる。よっしゃ。え、取れてない。え、回ってるよな。あ、回ってる。あ、よかった。焦った。というわけでございまして、はい、今12ホール終わりました。はい、だから松の後半7、8、9と、はい、桜の1、2、3終わりまして、はい、うんうん、桜に入ってからはパープレー3ホール、ね、パーパーそう、はい、3ホールはパープレーで回ってるんで激パーっすね。激パーでしたよ。激パーっすね。今のは激烈パーでしたよ。本当に激パー連発っすね。本当だ、連発だ。連発ほんまやわ。そっからパー取んのみたいな。確かにほんまや。えぐいパーばっかりだ。えぐいパーばっかっすね。ええー、でもまあナイスパーっすね、うん、ほんまに。いやでもまあ前も言うたんすけど、そのプロにも言うたんすけど、うん、俺しびれるパー取った方がガッツポーズ出てまうんすよね。それ何と比べてですか。あのバーディーと、あ、バーディーと比べて、バーディー、はい、イエーイってなるんですけど、バーディーの方が俺穏やかな感じに、はい、やったね、バーディーは普通にさーって、ね、そうそう、あーよかった、はい、気持ちいいってなるんですけど、ほんましびれるパート取った時はっていやでも今のホールとか、いやあれなんかでもすごいですね。難しかったですね、はい、アプローチも良かったしパターンも良かったですね。おかげで僕が3パットしたからね。すいません、あとの6ホール、はい、なんとかアンダー出すために頑張ります、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、はい。